神様からのサムエルの召しは通常子供たちのための物語のように扱われますこの物語を子供クラスから出して大人のクラスに持ってきましょうこの話は単に美しい物語であるだけではなく聖書の中の大きな移行期のうちの一つ神権政治から君主政治へ祭祀から王への移行を記録していますサムエルへの召しは全部で4回あり最初と2番目の召しは救いへの召しです何節あとの2つは法仕への召しです神様は今祭祀としての預言者をサムエルに起こされ預言者をサムエルとして起こされようとしていますサムエルは主のためにミニストリーをします サウルとダビデの両方の王に油を注ぐのは彼です。神様は一度も直接王には語られることはなく、預言者を通してだけ語られます。第一サムエル記3章1節少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃主の言葉は稀にしかなく幻も示されなかった。 この少年という言葉に注目したいのです。サムエルは小さな子供だったわけではありませんでした。歴史家のヨセフスは彼が12歳だったと言っておられます。おそらくティーンエイジャーだったことでしょう。サムエルは若者でエリの前で主に仕えていました。4歳の子供が会見の天幕で主に仕えることはあり,まありえません。この説には主の言葉は稀にしかなくと書かれています。神様はこの特定の時期にご自身を掲示されてはおられませんでした。サムエルを預言者として召し、神様は動き始められました。神様は獅子と妻子から預言者を用いられることに移行しておられます。 なるのです第一サムエル記3章2から3節その日エリは自分のところで寝ていた彼の目は霞んできて見えなくなっていた神のともしびはまだ消えていずサムエルは神の箱の安置されているの宮で寝ていた会計の天幕のともしびの世話をするのは妻子たちの役目でした彼らが油を差してともしびが燃え続けるようにしなければなりませんでしたエリは年を取って目がかすんでいてともしびはもう消えかかっていました 第一サムエル記三章4から5節。その時主はサムエルを呼ばれた。彼ははい、ここにおります。と言ってエリのところに走って行き。はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と言った。エリは私は呼ばない。帰ってお休み。と言った。それでサムエルは戻って寝た。エリはサムエルが夢を見ていたのだと思い、ベッドに戻るように言いました。第一サムエル記三章6節。主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのところに行き。はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と言った。エリは私は呼ばない。我が子よ、帰ってお休み。と言った。 ここで神様のサムエルへの最初の二回の飯は救いへの飯であったことを心に留める必要があります。第一サムエル記三章何節、サムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。 サムエルは死を知りませんでした。神様は彼を救いへと召しておられました。責任のある年齢とはいくつでしょう。それがいくつであったとしても、サムエルがその年齢に達したので、神様は今彼の責任を問われるのです。私にはサムエルがはっきりいくつだったかわかりませんが、幼児ではなかったことは確かです。私はただ多くの人たちが考えているよりも、責任の年齢はうんと高いということだけを提案しているのです。救われると、には時があると私は心から信じています。明らかに人が神様に立ち返ることのできない日がやってくるのです。神様は何度も呼ばれるかもしれませんが、明らかに人の心が固くなになる日が ます信玄29章一節にはこう書かれています「責められてもなおうなじの怖い者はたちまち滅ぼされて癒されることはない」「さて私はあなたが許されることのない罪を犯すことはできないと信じます神様が恵みを引っ込めてしまわれるようなことがあるでしょうかいいえ神様は絶対にそんなことはなさいませんでも人間は自分の良心が熱い鉄で夜勤を押されたようになるまで抵抗し反抗し拒否することがありえます」 カインやバラムやサムソンやコラやアハブはすべて彼らの背を神様に向けるところまで行ってしまいました。でもキリストは人が絶望してしまわないように一人の強盗を救われました。第一サムエル記3章8から10節。主が三度目にサムエルを呼ばれた時、サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と言った。そこでエリは主がこの少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに行った。行ってお休み。今度呼ばれたら、主よ、お話しください。下べは聞いております。と申し上げなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。 そのうちに主が来られ、そばに立ってこれまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください。下部は聞いております。と申し上げた。この箇所はサムエルへの第三、第四の召し、奉仕への召しを含んでいます。第一サムエル記三書十一から十二節。主はサムエルに仰せられた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は皆。二つの耳が鳴るであろう。その日にはエリの家について私が語ったことをすべて初めから終わりまでエリに果たそう。神様が何かを言われたとき、それはすでに成し遂げられたのと同じです。 旧約聖書には予言的自制と呼ばれてきたものがあり過去形で語られていますが未来のことについて語っています神様はまだ起こってはいないことをもうすでに起こったことのように語られます神様が何かが起こると言われたなら確かにそのことは起こるのです神様はこの箇所でいよいよエリの家に反対して動こうとしておられることをサムエルに語られ彼はエリのところに行き神様が自分に語られたことを一部始終を話しましたもしもあなたが今日神様への奉仕をしていて誰か他の人のもとで仕えているならその人に誠実でありなさいと言いたいのです 第一サムエル記3章21節。主は再び白で現れた。主の言葉によって主がご自身を白でサムエルに表されたからである。神様はどのようにしてご自,分自身を表されたのでしょう見言葉によってです。今日もまた神様はご自身の見言葉を通してご自分を示しておられます。神様はご自分の見た目によって聖書のページを照らしておられます。あなたも私もそのようにして神様を知るようになったのです。そして神様を知ることは永遠の命です。 サムエルに相談しないで、ペリシテ人との戦いに出て行ったイスラエルは大敗します。その後彼らは、これがあれば勝てるのではないかと考えて、契約の箱を戦いに持ち出します。このことは何か物に力があると考える人々の迷信的な異教的影響を明らかにします。契約の箱は奪われ、エリの二人の息子たちは殺され、エリはそのニュースを聞いて死んでしまいました。この章は確かに暗い場面です。この時のイスラエルの霊的な状態がわかります。神様はご自分がエリの家に対してすると言われたことに決着をつけられます。 第一サムエル記4章1から3節。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベ・エゼルのあたりに陣を敷いた。ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備内をした。戦いが始まるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、 約4000人が野の陣地で撃たれた。民が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう城から主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。 聖書のこの箇所は、イスラエルが迷信的であることと、彼らがどれほど神様から離れてしまっているかを私たちに示しています。彼らの自己過信と身勝手さがどれほど強いかを教えてくれます。契約の箱がヨルダン川に運んで行かれた時、水がせき止められてイスラエルは川を渡ることができたという、契約の箱の歴史を知っていた彼らは、契約の箱を戦いに持って行きました。契約の箱の存在が彼らに勝利をもたらすだろうという考え方です。物に力があると考えるのは、この人々の迷信深さと異教の影響を明らかにしています。この箱に力があるわけではありません。神様がその箱の中におられるのでは ないからです神様を箱に入れることなどできません力は神様のご臨在とご人格にあるのです今日教会の働きの中で多くの人々は同じように迷信的です彼らはまるで神様が箱の中におられるように思っています彼らは言いますこの方式を見てごらんこれはなかなか良い人まとまりのセットじゃないか契約の箱詰めのようなものだこの方式で問題は解決する 今日、あまりにも多くの人々がそのような方向に動いています。これは霊的なのではありません。迷信的なのです。力はキリストにあるのです。成功は私たちがキリストのうちにいるかどうかで決まります。それが大切なのです。第一サムエルキ4章4から5節。そこで民は白に人を送った。彼らはそこからケルブンに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの二人の息子、ホフニとピネハスも神の契約の箱と一緒にそこに来た。主の契約の箱が陣営に着いたとき、全イスラエルは大改正を挙げた。それで血はどよめいていた。 イスラエルは戦いに行きます。彼らは契約の箱のために人を城に送ります。ホフニとピネハスは金で雇われた説教者なので、やれと言われたことは何でもするのです。契約の箱が陣営に持ち込まれた時、イスラエル人たちは大歓声を上げます。彼らはこれで自分たちが何か霊的になったと思っていますが、これは偶像礼拝以外の何物でもありません。彼らは神様ではなく、箱を礼拝しているのです。教会の儀式には十分に気をつけようではありませんか。私たちは教会を礼拝しているのでしょうか人を礼拝しているのでしょうか方式を何か一定の場所を礼拝しているのでしょうかそれとも私たちは本当に 生けるるのの神を神様をを様礼拝ししているのでしょうかか第一サムエルキ4章6から8節ペリステ人はその感性を聞いてヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言ったそして主の箱が陣営についたと知った時ペリステ人は神が陣営に来たと言って恐れたそして言ったああ困ったことだ今までこんなことはなかったああ困ったことだ誰がこの力ある神様神々の手から我々を救い出してくれようこれらの神々は荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを討った神々だ ペリステ人たちは契約の箱がイスラエルの陣営についたと知りました。彼らは神が陣営に来たと言って恐れます。彼らにとって契約の箱は偶像なのです。これはペリステ人たちが迷信的で無知であることを示しています。彼らは神様の力は聞いていましたが、確かに生ける誠の神様に関しては全く分かっていません。エリガシに神様のご栄光がイスラエルから離れる時が来ました。ペリステ人とイスラエル人が戦ってイスラエルが戦いに 負けますイスラエル人の多くが殺され神様の契約の箱は奪われそしてエリの息子たちホフニとピニハスも殺害されます第一サムエル記4章12から13節その日一人のベニヤミン人が戦場から走ってきて城に着いたその着物はさけ頭には土をかぶっていた彼が着いた時エリは町のそばに設けた席に座って見張っていた神の箱のことを気遣っていたからであるこの男が町に入って敗戦を知らせたので町中こぞって泣き叫んだ年老いたエリはすべての欠陥はありましたが神様の大祭祀であり神様のことに関して本当に気遣っていました 第一サムエル記四4章14から16節。エリがこの泣き叫ぶ声を聞いて、このさ想像しい声は何だと尋ねると、この者は大急ぎでやってきて、エリに知らせた。エリは98歳で、その目はこわば,ばり、何も見えなくなっていた。その男はエリに言った。私は戦場から来たものです。私は今日戦場から逃げてきました。するとエリは状況はどうか我が子よ。と聞いた。イスラエルのひどい敗北のニュースが街に届いた時、大きな泣き叫びが起こりました。年老いて目が見えなくなっていたエリはその訳を尋ねます。 第一サムエル記4章17から18節この知らせを持ってきた者は答えていったイスラエルはペリシテ人の前から逃げ民のうちに撃たれた者が多く出ましたそれにあなたの2人の子息ご子息ホフニとピネハスも死に神の箱は奪われました彼が神の箱のことを告げた時エリはその席から門のそばに仰向けに落ち首を折って死んだ年寄りで体が重かったからである彼は40年間イスラエルを裁いた エリは息子たちの死を告げられたときには落ち着きを保っていましたが、神様の契約の箱が奪われたことを知ったとき、青み家に落ちて死にました。エリは太っていました。心臓発作を起こしたのかもしれません。彼は弱く甘い父親ではありましたが、エリは神の人だったと私は信じます。エリが死んで、サムエルは神様のスポークスマンの地位に就きます。